マクラーレン、株主から400億円の追加資金。マクラーレンは倒産の危機を回避するために株主から3億ポンド、約400億円の追加資金を調達したと言います。同社の 57.7% の株式を保有するバーレーンの政府系ファンドマムタラカトがこれを用意し、マクラーレンはさらに第三者とも資金調達の話し合いをしていると言います。そして銀行からのローンの条件を変更し、キャッシュフローを改善すべく努力を続けていると言います。まあね、ちょっとマクラーレンに関しては、まあ、以前からなんですけど、はい、やっぱり会社としてすごく大きくなってしまっていて、うんうん、特にその市販車部門っていうのがずっと重くのしかかってるんですよね、うん、まあ、いい時もあるんですけど、うん、やっぱり良くない時は良くなくて、うん、F1 チームだけやってればいいし、うん、さらにその、マットっていわれるマクラーレンアドバンストテクノロジーとか、うん、MES、うん、マクラーレンエレクトロニクスシステムズっていう、まあ、一応そのサプライヤー的なね、うん、業務を行ってる企業もあって、一応技術集団なんですけど、うん、まあ、そこだけでこう手堅くやってればいいのに、うん、やっぱあのロン・デニスがね、野望として市販車、高級車、まあ、フェラーリみたいなね、うんうんうん、をやりたいっていうのがあったんで、市販車部門立ち上げてしまって、うん、まあ、ずっとそれがすごい重荷になってるんですよね。あ、そうなんだ。まあ、一時期本当にかなりやばくて、まあ、株式をシンガポールとか結構いろんなところに売ったりとかもして、うん、まあ、結果的にはやっぱりあのだいぶ足引っ張ってるよねってことで、ロン・デニスはそれでチームを追われてしまったんですけど、もともとは何、ただの純粋なレーシングチームだったの？もちろんマクラーレン。あ、確かに車を売ってたわけじゃないんだ、はい、うん、それこそ2000年代後半になってからですよね、うん、そういうことやり始めたのは。あ、そうなんだ。なので、まあ、チームとしてというよりは企業としてちょっと大きくなりすぎている今の中で、まあ、特に今車売れないので、こういう風な状況になってくると、特にそこが市販車部門が重くのしかかっちゃうということで、まあ、こういうあの株主からね資金を調達するにしても、やっぱ普通の F1 チームを支える以上の大きな400億っていう金額になっちゃうんですよね。うん、ね、この後ね、どういう風にやっていくのか分かりませんけど、うん、実質バーレン政府がバックアップしてるのと同じなんで、彼らがどういう風にチームを維持する、うん、もしくはもう諦めるって考えるのか、まあ、ほぼ彼ら次第みたいなところが、うん、そういうことなんだ。もともとロン・デニスがそのマクラーレンを買収して1980年に MP4 になって、うん、マクラーレンインターナショナルっていうところになったんですけど、うん、まあ、それが今のベースになってるんですけど、うんうんうん、まあ、それの頃からサウジアラビアの大富豪のマンスール・オジェとずっと組んでやってるわけですけど、そのマンスール・オジェももうちょっと最近あまり表に出てこないんで、うんうん、まあ、ずっとその、ね、体の具合とかいろいろ不安も言われてるので、うん、まあ、マンスール・オジェが、まあ、一線から引くとなると、もう本当にバーレーン政府がもうほぼほぼマクラーレン握るっていう形になっちゃう、ね、てか、まあ、マクラーレンとしてもバーレーン政府頼みってなってしまうので、どういうふうにね、この銀行のローンの条件とか、うんうん、どういうふうにキャッシュフローを改善していくのかって、うん、キャッシュフローって言われてもね、今みたいに自動車売れません、レースもできませんってなるとフローしないですからねそうだね他の中団グループのチームに比べると、やっぱ全然その話の規模が違っちゃってるっていうところですかね、うん、あのマクラーレンのザック・ブラウンも、うん、クリスチャン・ホーナーとかフェラーリに対して予算制限にもっと協力すべきだってずっと言ってますけど、はいはいはい、その背景にはこういう事情があるっていうことですよね。そういうことですか。はい、はい、もうないですか、はい、そういうことでございます、はい、なんか質問とかあるのかな何もないんだなんか普通にふーんって聞き入っちゃったはーとまあだから一時期あの市販車部門も始めて、マットとか始めて、うん、あの F1 チームだけだったのが、そういう技術系のサプライヤー会社で、うん、市販車部門、あとアブソリュートテストっていうあのケータリングサービスの会社も、うん、あ、その人はやってるの？グループ企業化をどんどん進めていったんですよ、うん、ロン・デニスが最後いた頃は。結局そのアブソリュートテストも今もうほぼなくなっちゃってるし、うん、あ、じゃあね、ロンさんはこう何もやりすぎて八方下がりになっちゃったの？まあそうですね、うん、手を広げすぎたっていう感じかな。あ、そうなんだ、うん、
まあ、その中でマットとかはねうまくいってて、うん、いろんなチームにそのサプライヤーとしていろんなものを提供したりしますけどね、うん、MES もそうです。MES はあの ICE も、うん、ICU も、うん、そうですからね、MES だから、そういうなんかねレースっていうところに特化してちゃんと手堅くやっていけばそんな風にならなかったはずなのに、うん、まあ、やっぱちょっと市販車は難しいですよね。そうなんですよ、市販車難しいよ。まあね、あの評価はすごい高いですけどね、マクラーレンの車すごいいいって言うけど、まあ、なかなかね今みたいにああいう歴史あるブランドがある中で、ね、そうだね、だから2000万3000万4000万の車売れるかって言ったらやっぱなかなか難しいところありますよね。だから2000万3000万の車が何台も買える人の調子にはなるだろうけど、うん、ね、1台しか買えない人はやっぱりフェラリ行っちゃうよね、うん、マクラーレンどうですかって言うと、え、マクラーレンって何ですかってなっちゃうよね。 それを、F1 の、ね、活躍でブランディングできればよかったんですけど、どう、そう